Well. ちょっと何？ Sorry, ごめん。なんていうか、ストーリーは良かったけど、エッグマンの笑いでちょっと引いた。だったらさ、ソニックがエッグマンの役やってみてよ。What? No, no, no. ちょっとだけなら。よく聞けよ。どうじゃ？エイリアンのエネルギーを根こそぎ吸い上げて、最強の軍団にパワーアップするぞい。わしのおバカなロボットは。そうじゃとも。そもそもおバカな貴様らがカプセルをいくつも落とさなければもっとパワーを奪えたんじゃがの。贅沢言っても始まらんわい。ソニック、ソニックどこじゃ。怖い、お尻をペンペンされてしまう。ソニック、そういうアドリブはやめてくれないかな。翻訳機の通りにお願い。でも翻訳のまま読んだってつまんないだろ。少しは漏れないと。ジェイド・ウィスプはとっても悲しい話をしているんだ。真面目にやってよ。分かったよ。なジェイド、ジョークとかカーチェイスとかそういうのを話に混ぜてくれよ。ごめんね。それじゃあお願い。それからエッグマンは出て行った。でも乗った車が大炎上。たまらず脱出するエッグマン。車は大爆発。そこに突然恐竜が出てきて。わあ、本当か。いや、少し話を持っただろう。いいね。でもエッグマンはすでに他のロボットに命令を出していた。その名は、はあ、まさかメタルソニック様。なんと Good! Great! Awesome! 共に働けて Outstanding! 傑作と名高いあなたの Amazing!こいつは放置で、ボイスチップが壊れているのに。ロケット！ま、ともかく何なりとご指示をお申し付けください。ああ、今の仕事？ご説明します。ウィスプたちを捕獲しまして、様々な惑星から搬送中で、ボスからは厳格な命令を授かっております。絶対にしくじるな、クズどもと。でもご安心を、兄貴。兄貴と呼んでも、ともかく我々はしくじりませんな、キューバット。もまだ聞いてないこともあるぜ。どこに行けばロボットをスクラップにできるんだ。すぐにでも案内できるって。グレート、いじめなんて絶対に許さないぜ。助けに行くぞ。話はこのくらいで、さあ行くぜ。